キーパーが飛び出しています。うんと川原がキーパーがいない、キーパーがいない、そのまま素晴らしいですね。川原のゴール、先制しました。2017今年のファーストゴールは復活をかける20番川原和久、愛媛が先制しました。前半23分です。石橋さん、はい、キーパーが出てくるには少し怖いシーンではありましたけどね。そうですね、あの川原らしい相手のミスに乗じた素晴らしい得点ですよね。さあスローで見てみましょう。ディフェンダーとそのキーパーのところで意思疎通はかなり難しそうなシーンでも